はいどうも、今回はロックの耐久コンボを紹介します。ロックはかなり耐久コンボに恵まれているので狙いやすいです。まず垂直ジャンプの置きからの追撃パターンです。マックス版シャインナックルが狙いやすいですね。それ以外はちょっと厳しいですね。あとは立ち A、これとあとはオーソドックス、そうですね、ジャック、ライジングタックルにスーパーキャンセルパターンですね。あと発動コンボのパターン、これです。しゃがみシートありましたが、他の通常技でも出てきます。行きます。これクライマックスもつながります。以上です。ご視聴ありがとうございました。